それでは、本日第89回、熊本市新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催いたしましたので、その内容についてご報告をさせていただきます。まずは、現在の感染状況でありますが、直近1週間の8月12日から18日までの新規感染者数は869名と、国分科会ステージ4の基準185名の約5倍まで増加をしておりまして、感染拡大の勢いは衰えておりません。なお、本日新たに147名の新規感染者が確認をされたところです。本日の新規感染者147名ということになります。また病床使用率は昨日18日時点で 68.6% となっておりまして、医療提供体制への負荷が日に日に増大をしております。モニターをご覧ください。こちらは療養先別の療養者数の推移というふうになっています。こちらが第4波の時で、これが第5波ということになりますけれども、これ背景の青いこの網掛けといいますか、部分に緑のところですねは、熊本市医療非常事態宣言が発令をしている期間ということになります。そして棒グラフは下からこの赤からですね、入院、それから宿泊療養、自宅療養、それから入院等調整中を表しているものであります。で現在の療養者数は8月18日時点で過去最大の962名ということになります。その内訳ですけれども、入院が151名、宿泊療養が148名、自宅療養が447名となっておりまして、入院等調整中の方も216名いらっしゃいます。このような状況から熊本市民病院および植木病院において臨床即応病床に加えまして、緊急時確保病床を即応病床に転換できますように体制整備を進めまして、熊本市民病院においては明日8月20日から16床を新たに確保いたしまして、計52床とし、植木病院につきましては本日新たに5床を確保しまして、計25床というふうに拡充をいたしました。緊急時病床確保にあたりましては、医師および看護師の他の診療科や病棟から応援体制を組むなど、限られた医療スタッフの中で体制を確保したところでございます。また自宅療養および入院調整中の方に対しましては、SPO2、動脈血酸素飽和度をですね、計測をしますパルスオキシメーターや熱中症対策として経口補水液の配布、それから1日2回午前と午後に健康観察を実施をいたしますことで、体調の変化の把握に努めておりまして、症状が悪化された際には外来診療につなげるなど、安心して療養いただける体制を現在確保しております。また重症化防止が期待をされます抗体カクテル療法につきましては、本市においても7月下旬から各医療機関において開始をされております。本日時点で4つの医療機関が実施をしております。今後も複数の医療機関が実施予定となっております。次に今後の感染状況につきまして、直近の感染実績を踏まえたシミュレーションについてご報告をさせていただきます。モニターをご覧ください。
緑の実践ですね、これが第4波の実績、あ、ごめんなさい、紫の実践ですね、紫のこの実践が第4波の実績です。そして黒の実践ですね、黒の実践が現在のですね第5波の実績ということになります。そして緑の点線についてが、これが今後の予測ということになっております。で、8月8日からの、まん延防止等重点措置による対策の効果が、2週間程度で、現れるというふうに仮定をした場合、8月22日ですね、8月22日のあたりですね、3日後になりますが、に第5波のピークが来るというふうに、考えられます。しかし、この感染のピーク時の水準が高すぎるということで、新規感染者が減少に転じたとしてもですね、ここで、ピークアウトしていくというふうに考えてもですね、9月以降も、9月に入りまして9月以降もですね、非常に高い水準で感染者がいらっしゃる状況になるということでありまして、国分科会のステージ4の基準をですね、上回るという状況になるということです。つまり9月のこれ22日までしか書いてありませんが、9月の下旬までまだこの国分科会ステージ4の基準を上回るような感染者の状況になってくるということが今予想されますので、非常に厳しい状況だというふうに認識をしております。このようにこれまでにない感染の拡大によりまして、感染者数が急激に増加をしております。疫学調査あるいは入院調整等の業務における負担がですね、厳しい状況で大変負担が増大をしているという状況にあります。で、これらの業務を担います新型コロナウイルス感染症対策課の体制につきまして、今年度当初65名体制でスタートをして順次強化をしてまいりましたが、明日8月20日13名のさらなる増員を行いまして、総勢172名の体制へ強化を図ってまいります。しかし今後感染の拡大が収まらなければ体制が逼迫をしまして、感染防止対策にも影響が生じる可能性があります。市民の皆様にはこうした状況をご理解いただきますとともに、スムーズな疫学調査等へのですね、ご協力を改めてお願いを申し上げます。また先ほど申し上げました感染のピーク時の水準を少しでも抑えるためにも、改めて市民の皆様へ感染対策の徹底をお願い申し上げます。モニターにもございます通りですね、ゼロ密、密接密集密閉、これは3密と言っておりました。これらの一つの密でも避けていくということで、このゼロ密を目指すための取り組み、あるいは定期的な、換気でありますとか、それから共用部分の消毒、それから家庭内での感染のためのですね、感染予防のための取り組みについてぜひ実践をしていただきますようよろしくお願いをいたします。さらなる感染拡大を食い止めるためには、市民の皆様お一人お一人の日々の心がけと行動が非常に重要です。厳しい状況が続いておりまして、これまでもいろいろともうやってきたよというふうに皆さん、大変苦しい状況でですね、感じておられるかというふうに思いますが、この厳しいこの苦境をですね、乗り越えていくためにも、どうか今一度ですね、こうした感染対策を徹底をしていただいて、ご協力をいただきますようよろしくお願いをいたします。
また感染対策の一環といたしまして、私有施設につきましては一部の施設を除き基本的に休館としておりまして、すでに予約をされている方に対しましては感染防止対策を徹底していただくことで利用可能とこれまでしてきたところですが、感染拡大を防止する観点から予約されている方に対しましても利用の中止または延期を改めて要請をすることといたしました。また本市が主催するイベントについては中止または延期をすることとしておりますが、民間主催のイベントにつきましても主催者に対しまして開催自粛を要請をしたいと考えております。市民の皆様やイベント主催者の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、どうかご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。また学校に関しましては2学期の開始が間もなくということになりますけれども、感染状況を見ながら感染防止のために必要に応じて分散登校やオンライン授業の実施などについて検討をするよう教育庁に要請をいたしました。今後他の自治体の動向あるいは文部科学省の見解を踏まえまして対応を検討をしてまいります。次にワクチンの接種状況についてご報告をさせていただきます。感染拡大の切り札となりますワクチン接種につきましては、8月18日時点で1回目接種率は高齢者で 89.6%、 全年齢でもですね 60.1% と対象となる12歳以上の市民の半数以上の方が1回目の接種を終えられている状況であります。モニターをご覧ください。このような中、今回第5波における新規感染者のワクチン接種状況について取りまとめを行いました。まず左側の棒グラフでありますけれども、これは今年の7月19日から8月15日までの新規感染者についてワクチンの接種歴別に10万人あたりに置き換えた感染者数を示しておりまして、ピンクがワクチン未接種の方です。そして黄色が1回接種、そして水色が2回接種をした方が感染をした状況ということであります。また右側のこの円グラフなんですけれども、ワクチン接種歴別の新規感染者数をこれは示しておりまして、新規感染者のうちワクチン2回接種後2週間以上経過した方というのはここです、 4% ということで、非常に低く抑えられています。全体でいきますと 75%、 今の感染者の 75% の方がワクチンを受けておられない方と、接種をしておられない方ということになります。しかしながら、ワクチン接種後にですね、感染をされている方も、一定数いらっしゃいますので、ワクチン接種を終えたからといってですね、安心ということではなくですね、やはり、先ほど申し上げました感染防止対策を合わせて徹底をしていただくということが非常に重要でありますので、よろしくお願いをいたします。またすでに発表しておりますけれども、次回の第6期の接種の予約受付を12歳以上の方を対象にですね、予約枠が約4万5千人分ということで8月28日土曜日より開始をいたします。ワクチン接種を希望される方についてはぜひですね、この機会に予約をしていただきたいというふうに思います。なお本市におけるこれまでの副反応の状況についてお知らせをいたします。接種後に何らかの異常を訴えられ
医師の判断により救急搬送が必要となった方は8月15日時点になりますが、個別接種で10名、集団接種で17名の計27名の方々が、救急搬送が必要となったということであります。これは2回目を含めた接種回数であります約66万6千回の 0.004%、 約2万5千回に1人といった状況でありまして、いずれの方につきましても重篤な症状と診断された方はおりません。搬送後に症状は安定をしまして、いずれも無事帰宅をされております。今回本市におきましてもワクチン未接種の方と比較いたしますと、接種歴のある方の感染がやはり少ないという状況がもうここでも明らかに見て取れます。ですので、市民の皆様におかれましてはどうかこのようなデータも参考にしていただき、ご自身にとってメリットデメリットを十分比較をした上で接種のご判断をいただければと考えておりまして、本市としては一人でも多くの方にワクチンを接種していただけるよう引き続き体制の確保に取り組んでまいりたいというふうに考えております。それからちょっと速報として申し上げます。最後にですね、今回のこの大雨によりまして本日西区西松尾町に土砂崩れが発生をいたしました。人的被害あるいは家屋の被害はありません。警察による現場状況の確認が現在行われるとともに、本市においても西区役所と危機管理防災総室の職員が現場の被災状況を確認をしております。今後の気象状況について気象台から情報収集を行いましたところ、昨日までの大雨は現在小康状態でありますけれども、今夜には再び激しい雨が降る見込みというふうになっておりまして、警報発表の可能性もあるということであります。これらを踏まえまして、この土砂崩れの状態がですね、拡大する恐れのあるこの当該地域に対しまして避難指示を発令することといたしました。避難指示発令に伴う避難所開設につきましては決定次第改めて周知をさせていただきます。私の方からは以上です。ですが、もう感染拡大がとどまることを見えないというような形で、そのピークが 147.2 人ということですが、今日はそれを上回っていて本当に危機的な状況だと思うのですが、先ほど改めてその市民への呼びかけというか、今どういったことが必要なのかというところをまず、はい、やはりこれだけ感染がですね急激に拡大をしていて、これ全国でももう約2万3000人を超えるですね、感染者がですね確認をされているということであります。そうしたことを考えますとですね、今医療の現場もですね大変病床使用率もですねもう7割に近くなってます。熊本市の場合はですね、そうしますと、病床の確保は今回今発表させていただいて臨時の緊急のですね体制は取りますけれども、しかしそれでもですね間に合わない状況になってくるということがこの熊本でもですね現実的に起こってくるというふうに思いますので、ぜひ市民の皆さんにはですね今一度危機感を持っていただいて、先ほどのですね密をもう絶対一つでも避けていく、そういう感染予防をですねやはり今までやってきたことが本当におろそかになってないか、もう一度確認をしていただいて、個人個人でできる範囲のことはぜひですね取り組んでいただきたいというふうに思います。やはり人との接触を減らすことで、ですね、この感染の拡大というのはやはり、この減少させることができるというふうに思いますので、ぜひ皆さん方のですねお一人お一人の取り組みにですね、また大変厳しい状況でありますけれども、よろしくご協力をお願いしたいというふうに思います。ありがとうございます。
今ちょっとお話にもありましたが、その間に合わない医療提供体制が間に合わない状況になってくることも起こってくるのではないかと、まあ、他 の、 大きい市町都道府県では搬送ができないというような事例もありますが、はい、そういったことはまだ熊本市内では、はい、幸いですね、熊本市内の場合は、まあ、この療養者の状況もそうなんですけれども、今8月18日現在で962人の方がですね、今療養されているわけでありますが、入院をすべき方がですね、すべて入院をする、あるいは治療する、あるいはそういう宿泊療養施設に入るということが今できている状態でありますので、まあ、その点はですね、まあ、現時点でこの感染者のペースがもうこれ以上増えなければですね、なんとか皆さんにもですね、適切な医療を提供することができるというふうに思います。ただやはりこの救急搬送も含めてですけれども、やはりだんだん困難になってくるというような状況がですね、やはり少し見られてくるということであります。病床がやはり満床に近くなってきますとですね、やはりそういったことになってきますので、まあ、一定程度今こういう形で確保していますけれども、東京でありますとか首都圏の今状況、特に1都3県、千葉でもですね、大変妊婦の方がですね、搬送されだけれども病院での処置を受けることができない、入院ができないということで自宅で出産をされて、残念ながらお子さんが亡くなってしまったということ、まあ、そういった悲劇もあるということでありますので、まあ、そうしたことがないようにですね、我々も、医師会やですね、各医療機関、そういったところと保健所、しっかり連携をしてですね、救える命をしっかり守っていく体制を、これからも確保していきたい、まあ、そのためにはやはり新規感染者の数を減らす、ここにつきますので、ぜひこれ以上の感染拡大しないようにですね、ご協力をお願いしたいというふうに思います。あと1点なんですが、緊急事態宣言についても視野に入れていいくらいの数字なんではないかなと思うのですが、はい、その辺は何かよく考えていらっしゃいますか。はい、基本的にはもう、今県のこの権限の中でですね、これは法律上のもう権限が定まっていますので、県の判断を待ちたいというふうに思っています。で、今のところ県の方では緊急事態宣言を国の方に要請する考えはないということでありますが、これは全体的な傾向を見ても、まあ、まん延防止の今措置が行われていて、そして県の方でも今、まあ、熊本市内の大型の施設、商業施設やですね、店舗、こういったところへのですね、規制もですね、これからかけるということで、ありますし、まあ、様々な対応を県としてもですね、これから考えていかれるというふうに思いますので、ね、県の判断を待ちたいというふうに思っております。幹事社 G 通信の福島です。よろしくお願いします。市長が以前の会見では東京であったり福岡の感染拡大が、まあ、熊本にも及ぼすということをご発言されていらっしゃいましたが、今回の感染拡大もそう捉えていいのか、またもしそうであるならば県の判断であったりとかですとか、うん、市の対応が正しく取れていたのかということを市長の考えを申し上げます。はい、これはもう、7月の初旬にですね、皆さんにも、大体のシミュレーションを感染拡大のシミュレーションを、お示しをさせていただきましたけれども、まあ、やはり、東京あるいは福岡の感染が拡大をしてきますと、まあ、それがですね、比例するように熊本でも感染が拡大をしていくということで、ありまして、まあ、先ほどグラフでもお見せをしたちょっとじゃモニター間に合わないかな、通り感染のピークがですね、出てるわけですが、ただ実際にですね、まあ、これまで早く、7月の下旬からですね、時短の要請でありますとか、それから、まあ、県独自のですね、まん延防止のその宣言を行ったり、
それから、まあ、政府においてですね、このまん延防止等の措置が熊本市適用されたということ、熊本県にですね適用されて、熊本市がその地域として、適用された後がですね、まだ、感染がどんどんやっぱり拡大をしていってですね、当初、想定していたピークをさらに超える、1週間での大体ピークで、第5波のピークは、まあ、96名ぐらいだったんですかね、まあ、100名弱ぐらいを、予測をしていたわけですが、まあ、あの現時点でもですね142名、まあ、140名ぐらいを超えるような状況になっているということでありますので、93名ですかね、ですので、それが今、124名ということになっているということでありますので、まあ、そういう意味ではもうまさに予想を超えるほどの感染拡大のスピードであるというふうに思っています。で、まあ、これは、まあ、あの今後、まあ、どのくらいでピークアウトをしていくかということをもう少し見てみないと、ね、我々の県や、まあ、国県市の対策がですね、十分にそこが効果があったかどうかというのは、分かりません。ただやはりこれは市民の皆さん、県民の皆さんにですね、やはりご協力をいただかない限りはですね、こうしたことは行政だけで今感染を抑止するということは非常に困難であるということはですね、ぜひご理解をいただきたいというふうに思います。我々もできる限りの措置はいろいろとやってきておりますし、もちろん市民生活に大きな影響を与えないように、いろいろな制限もできるだけですね、感染状況を見ながら、段階を追ってですね、制限をしてきたわけでありますけれども、まあ、現在、まあ、こういう状況になっているということを考えますとですね、これは極めて厳しい状況にあるというふうに思って、おります。ありがとうございます。もう一点お尋ねいたします。ワクチンを接種されて、はい、まあ、感染された方が、まあ、少ない、まあ、一定数いらっしゃるということですが、はい、その中でもし重症化をされた方が、もしいらっしゃいましたら、はい、はい、重症化をされた方が1名いらっしゃるということで把握をしております。ただこの方について、まあ、年代その他細かいことについてはですね、個人を特定される恐れがありますので、控えさせていただきたいと思いますが、参考までに申し上げますと、既往歴のある基礎疾患のある方であったということで、あります。で現在、治療中であるということで、ありますので、それ以外の方はですね、重症者はいらっしゃらないということであります。ありがとうございます。幹事社からは以上です。幹事社様お願いいたします。よろしいですかね。はい、じゃあ警備さんどうぞ。すいません、 TK さんマイクを後ろに回してもらっていいですか。県営です。よろしくお願いします。先ほどの土砂崩れが発生したという発表があったんですけれども、はい、もし分かれば詳しい場所や規模感を教えていただけないでしょうか。はい、じゃあ危機管理の方から後で、報告をさせて、これが終わりましたから皆様には資料を配布させていただきたいと思います。今ちょっとまとめて間に合わなかったので速報で今私の方から申し上げたということであります。今写真であるとか現場の様子を皆さんにすぐお伝えしたいというふうに思います。ありがとうございます。他にどうぞ。じゃあどうぞ、熊井さん。じゃあ有田さんマイクをすいません後ろに。この新規感染者とワクチン接種の関係は、はい、今回市としては初めてそうですね、はい、と思うんですけど、はい、まあ、非常に興味深いなと思ったんですが、うん、市長もう一度この、右の丸が込みですが、はい、1400人のうち70% が未接種だったというところと、はい、あとは2回接種して一定だったいわゆるブレイクスルー感染ですか、うん、それは、63.4% だったというもう一度この評価なり、はい、はい、ワクチン接種の効果がですね、やはり有効性についてはさまざまな報告がいろいろな厚生労働省あるいは外国のですね、CDC であるとか、さまざまな機関から報告がなされておりますけれども、
この第5波におけるですね、まあ、実際熊本市でどうかということをですね、改めて確認をする必要があるということで、これまでずっとワクチンの状況とこの感染の状況についてデータを取ってまいりました。で、まあ、なかなかまだ1400ぐらいということですので、もっともっとですね、大きな何万というような数字であると明確かなと思いますが、まあ、それでも、まあ、この約1ヶ月ぐらいの間でですね、このワクチンを接種していた方よりもですね、ワクチンを接種していない方がこれだけ多く感染をしているということはですね、やはりこの完全に感染を防ぐものではないかもしれないけれども、ワクチンによるですね、この発症の防止効果、あるいは重症化の防止効果が明確にこれは確認をできるというふうにこのデータで見ればですね、言えるのではないかなというふうに考えております。ですから、まあ、市民の皆さんにはさっき副反応の話もしましたけれども、重篤な反応はもうこれまで、まあ、ゼロということです。搬送された方はいらっしゃいます。例えば、そういう、まあ、持病があって不安からですね、そういった、まあ、副反応みたいな形で出て搬送されたという方がありますが、重篤な症状には至ってないということでありますので、まあ、そういう意味では、まあ、かなり安全なワクチンであるということはこのデータからも言えるというふうに思いますし、またそういった有効性もですね、言えるというふうに思いますので、まあ、そうした正しい情報に基づいて、まあ、ぜひ接種の判断をしていただいて、まあ、できるだけ接種をしていただくことはやはり感染にはですね、非常に感染抑止には非常に効果があるというふうに考えられるというふうに考えています。はい、あとそれからワクチンを打ってばじゃあ全く感染しなかったらそうではないということですね。だからこの63名の皆さんがやはり、まあ 4% ということであってもですね、やはり感染をしているとワクチンを打ってもやっぱり感染する人がいらっしゃるということはこれは事実でありますので、やはりワクチンを打ってなおかつ感染予防感染防止の対策を徹底していただくことでですね、リスクは感染のリスクは非常に下がっていくんではないかなというふうに考えております。ですから皆さんね、ぜひワクチンを接種しまた十分に気をつけていただくということが必要ではないかなというふうに思います。先ほど理事さんからの質問の確認なんですけれども、重症化した人が1名いるというのはこの63名のうち1名だけ重症化された方がいらっしゃって、まあ、その方は、基礎疾患をお持ちの方ということでありました。はい、もう一点ちょっと保健所も非常に逼迫してきていると思うんですけれども、はい、まあ、先ほど体制の拡充の、報告もあったと思うんですが、まあ、東京都ですとか埼玉県なんかでは積極的疫学調査 の規模の縮小というか、はい、まあ、そこにせざるを得ないような、状況になっていると思うんですけれども、本市の方ではまだそこまで行ったってどのような状況ですか。はい、現在ですね、感染状況に応じてですね、まあ、いろいろと積極的疫学調査、まあ、あるいはクラスター対策というものを保健所の方でですね、やっています。まあ、そういうものを体制を強化するためにですね、まあ、数が増えてきましたので、まあ、172名体制という非常に大きな体制で今保健所の方、この新型コロナウイルス感染症対策課をですね、拡充をしているということであります。で、現在はですね、やはり第4波の経験、それからある程度第5波がこのぐらいの時期に来るということをもう7月の時点で予測をしていましたので、まあ、そういう意味ではマンパワー的なですね、充当というのも比較的、ここまで順調に保健所の体制拡充してきました。ただ、現実はですね、今、やはり感染をした方から濃厚接触者の方にですね、連絡をしたり、あるいはその濃厚接触者の方がまた検査をしていただくようにしたり、それから、まあ、健康観察の方へのですね、いろいろな確認であるとか、それから入院のための調整であるとかトリアージであるとか、まあ、かなり業務が、課題になっておりまして、
まあ遅い場合はもう深夜3時4時まで、ですね、超過勤務をせざるを得ないような状況になっているというのが今現場の実態であります。まあ、そこで今回新たに、まあ、あの来週以降で実は増員をする予定だったのを急遽前倒しをしまして、明日配置をするということにしたということであります。で、まあ、東京でありますとかですね、そういった感染が爆発をしているような地域のようにならないようにですね、我々としては今体制をしっかり構築をさせていただいておりますので、どうかそのためにもですね、そういう積極的な疫学調査についてですね、ご協力をですね、ぜひいただきたいというふうに思います。これは濃厚接触の方であるとかですね、ご家族であるとかの協力がなければやはり、スムーズにですね、そういった感染拡大を防止していくということができませんので、検査を迅速にするということももちろんですけれども、そういった体制をですね、組んでおりますので、ぜひ市民の皆さんのご協力もよろしくお願いしたいと思います。そうです、はい、ですから何か制限をしてですね、今までやっていたことをやらないという状況ではないということであります。ただこれが感染がまださらに200だ300だというような状況になってくれば、とても間に合わなくなるということは言えるというふうに思います。ありがとうございます。はい、 TKL さん、じゃあマイクをすいません、じゃあ前に回してもらっていいですかね。ワクチンの接種歴についてなんですが、はい、この63人 4% のうち高齢者の方の割合とか、若い世代の何が高齢者が多いのかという分析はありますか。ある程度把握はさせていただいています。でこれは言える範囲でありますか。じゃあ後ほど事務方の方から説明させていただきます。まあ、やはり一応ですね、ごめんなさい、63名のうちですね、重症者が1名と申し上げましたが、中等症の方が7名ということは言えるんだよね、ですね、ということです。で、まあ、重症化リスクとなる基礎疾患がある方はそのうち3名いらっしゃるということですので、まあ、そういった方についても全部把握をしながら今対応を取っています。ですのでやはりブレイクスルー感染というのについてもですね、十分我々は注視をしながらやっていきたいと思いますが、全体の数から見ますとやはり 75% の方がやはり接種をしていないということはありますのでですね、早く接種をしていただけるような体制は構築したいというふうに思っています。はい、どうぞ。学校がもう新しい日が始まるということで、先ほどもお話ありましたが、分散登校、オンライン授業を行うように局長に要請されたということですが、はい、例えばその一斉に会社を遅らせるとか休校とか、そういったところまでは、はい、今ですね、まあ、我々昨年はですね、まあ、国の方針もあって、一斉に休校をするというようなことになりました。ただこれは、子どもたちの学びを止めるということにもなりますので、まあ、その後ですね、この子どもたちの感染がですね、まあ、比較的少ないということからですね、あまりこう制限をせずに、この第4波までの間はですね、来た。第5波に入っても今そういう状況で来たということでありますが、ここに来てやはり、若い世代の方、まあ、特にそういう家族からのこの感染というのでですね、家庭内での感染でですね、やはりその児童生徒の感染というのもやはり見られるようになってきたということ、それから、おそらくそういうクラスターも含めてですけれども、まあ、全く学校でそういったものが起きないとは言えないという状況もありますので、その点についてですね、十分注視するようにですね、そして対策を考えるようにということで、教育長の方にはですね、私の方から要請をさせていただきました。まあ、教育委員会としてもやはり、これはまあ、一斉にというよりもまずそういう分散であるとか、オンラインでできるところはオンラインでやるとかということをいろいろ、まあ、シミュレーションしながら、まあ、あと時間があんまりありませんけれども、もうすでに今週から
例えば北海道であるとか他の地域ではですね、学校がもう2学期がスタートしているという地域がありますので、まあ、そういったところの状況をよく見ながら、それからやはりこれは国のまあ義務教育でもありますのでですね、文部科学省のですね、まあ、いろんな方針対応もですね、いろいろと、検討していく必要があるというふうに思いますので、まあ、そういったところも密に連絡を取るように、私の方から、そういった要請をさせていただいているということです。はい、はい、じゃあ西日本さん、じゃあ後ろ、県の方で、熊本市の大型商業施設にまん延防止等重点措置の対象区域の熊本市は、入場制限というのが20日から要請されると、はい、で、まあ、熊本市いろんな施設ありますけれども、うん、市長として今どういう受け止めで、はい、まあ、やはり県のご判断というのはもうこれだけ感染が今拡大をしていますので、妥当であるというふうに思いますし、まあ、この商業施設であるとかこういったところもですね、いろいろな人のカウントをしたりですね、いろんな感染対策が今までもやってこられたというふうに思いますが、まあ、やはり、必要最低限のですね、人の、まあ、外出等に、やはりしていく必要がある。これだけの感染局面をですね、やっぱり抑えていくためにはこれはやむを得ない措置だというふうに思いますので、まあ、ぜひご協力をいただきたいというふうに思います。そしてまあ今熊本市内の方にはこれは法に基づいて県知事の方からですね、そういった要請がなされるということでありますので、まあぜひですね、そういった趣旨に鑑みてですね、対応をですねしていただきたい、協力をぜひしていただきたいというふうに思っています。はい、じゃあ NHK さんどうぞ。すいません、NHK です。まん延防止等重点措置の延期を受けて熊本市として何か新たな支援とかっていうのは考えてらっしゃいますか？これは県のですね、そういった協力金等々と同じようにですね、継続をして支援をしていくということで今検討しています。まあ、これは予算も含めて専決処分をしたりですね、今までもこうしてきましたので、今後まあ延長になった部分についてはですね、まあ、議会にもご相談をしながら対応を適切に取っていきたいというふうに考えています。はい、じゃあよろしくお願いします。